お前が今まで戦った連中と俺を一緒と思うなよ。俺はお前が剣眼試合で初めて戦う本物の戦士だ。よっしゃ、準備いいか。よし、構えて。まずい。さあ。ずいぶんおしゃべりな戦士だな。おい、好きなだけだ。悪いな。おしゃべりは職業病なんだよ。いい反応だ。あ、アームホイップ、渋い技を。大間さんの打撃をものともしない。撃たれる強さはギフト以上だ。そうだ、それでいい。80キロを超える大間さんを軽々と。これがプロレスラー、これが関林一丁。それでいい、権利をフルに活用しろ。ああ、権利そうだ、お前らには権利がある。痛みから逃れる権利がな。受け、流し、かわし、あらゆる策を講じて身を守る権利がな。一方、俺たちレスラーにあるのはギブのみ。鈍器だろうが、刃物だろうが、爆弾だろうが、プロレスラーは真っ向から受け止める義務がある。これがお前たちの権利と俺たちの義務だ。さあ、存分に権利を行使しろ、一般人。見下している。プロレス以外の全てのものを明確に見下している。ん、接近戦がお好みか。ん、てめえ何がしたいんだこれ。逃げてんじゃねえか。痛みからよ、義務を果たせなかったな。それで一本取ったつもりかよ。出た、大間さんの力の流れを支配する技。はい、サービス終了。覚えときな、プロレスラーはな、演技がうまいんだよ。大間さん、初めて聞く音、これが肉がコンクリートに叩きつけられる音。トキさん、トキさん、やれるか。おい、立て、おれ、シェーオレ、いこう。意識がないのか。よっしゃ、失敗。よし、死んだ関林、やっちまえ。兄ちゃんもさっさと降参しちまえよ。どうせ勝てっこなんて、死んじまう前に諦めな。訂正しろ。今の言葉、訂正しろ。なんだあんた。大間さんは負けない。相手があの関林だろうと絶対に負けない。どうした負けないね。あの状態からどうやって勝つっての。あんたには悪いけど可能性はゼロだね。あんたは分かってない。
時田大間って男はな、こんなところで終わる球じゃないんだ。相手がどんな怪物でも最後は必ず勝つ。それはあの人だ。演説中に悪いな。お友達がいよいよ危ないぜ。このぞろ決めるぞ。どうぞ天地だ。いかん、あれは関林必殺のアルゼンチンバックブリーカー。嘘だろ、嘘だろ。あんちゃん、こんなところで終わっちまうのかよ。動け、反撃してくれ。いつ以来だ、ここに来るのは。久しぶりに借りてくぜ。なんだこの音、一体何が起こっているんだ。何をした？ヤビが。何をしただ。前借りしてきたんだよ。前借り。重。自分より60キロ重い関林を力で押してやるな。なんで黙ってんだあの野郎。貴重な、あんな戦い方、いつもの大間さんじゃない。一体どうなってんだ。この野郎、面白くなってきたじゃねえか。これじゃよ。だが最高だ。追い込まれれば追い込まれるほど。逆転した時に盛り上がるからな。俺立ってて逆水平。止まらねえか。なんだこの試合は。むちゃくちゃ殴る時とど耐える関林、我慢比べかよ。おい、あれ全然死してやな。暴風みたいなラッシュを受けながら。関林はまだ終わってねえ。蹴りで押し戻した。両者譲らない。今までの大間さんの戦い方とまるで違う。若月さん、今井か。ウィース、お久しぶり。いやー、あいつすげえよ。関林のおっさん相手に力負けしないなんてさ。いや、力じゃない、回転力だ。回転力？ああ、上昇したのは力ではなく速度。質量が同じなら当然攻撃は速度に比例して上昇していく。さらに速度が増したことで先ほどまでより圧倒的に手数が増加している。これがすなわち回転力だ。はあ、なんか小難しいこと考えて戦ってんだね。お前が考えなさすぎるんだよ。もっとも問題なのは動力源が何かってことなんだがな。それにしても時田大間、リヒト戦の時とまるで違うな。
今の大間さんはまるで猛獣、むき出しの攻撃性、凶暴性。見たことがない時田大間、あれが時田大間の真の姿だ。聞いた、何やってんだ関林、ガードしろガード。お前に滝かけてたぞ。分かってねえな。攻撃を受け切らずして何がプロレスラーか。どうした。筋トレ休んでんじゃねえぞこら。さあ俺で決めるぞ。関林、関林、関林。